新型コロナウイルスのワクチン接種を円滑に進めるため、県は今日、新型コロナワクチン接種推進班を設置しました。ワクチンに対する県民の方々の期待というものが日に日に高まっているというふうに認識しております。ワクチンを望まれている方、ワクチンを受けたい県民の方にしっかりとワクチンが届くように我々医療関係者、また市町村と協力しながら、力を合わせながらしっかりと体制確保に努めていきたいというふうに考えております。今日設置された新型コロナワクチン接種推進班は、医療介護保険局長、医療政策局長をはじめ8人体制で構成されています。県内の市町村からは接種会場や医療従事者の確保などを心配する声も届いているといい、推進班では今後市町村に対して個別に聞き取りを行い、それぞれの課題を把握し支援を行っていく予定です。またワクチンを保管する冷凍庫の設置場所を調整することや、国からの情報を市町村に正確に伝えることなど、今後のワクチン接種を円滑に進めるため準備を進めたいとしています。